どうしよう、これこんにちは、今日はですね、結構僕的にすごいことが起きたというか、はい、あの身元園芸さんの方からビオラの新品種が出ました。で、そこで新品種の新しいビオラの名前をつけていただけませんかっていう、連絡をいただいたので、そのことについてお話ししていきたいと思います。で、実際に僕が名付けたビオラ、お見せしていいことをお見せしていいっていうことなので、あのいち早くね、多分やっちゃんねるでしか見れないと思いますけども、その新品種の紹介と僕がどんな名前を名付けたかっていうことを発表していきたいと思います。はい、今日はそんな動画の流れになるんですけども、あのその経緯に至るところもやっぱりドラマとして聞いていただきたいんですけども、あの僕が去年、三本さんのビオラをこう育てやすいビオラとか今年育てますってビオラで紹介したんですよ。だからサントリーさんのフィオリーナだったり、コメリさんで販売されているラビオラだったり、花ビオリさんの天の羽衣だったりとかね、いくつか紹介した中に三本さんのビオラが、含まれていたんですね。で、僕も実際に7品種ぐらい育てました。で、その中で、つぶらなたぬきっていうビオラがすごく生育旺盛でとっても綺麗で僕気に入ってたんですね。で、インスタグラムに投稿したところ、それを三本さんが気づいてくださったんですよ。多分今年の春だと思います。で、僕の投稿を三本さんが気づいてくれて、そう、その流れで、連絡いただいたんですよ。つい1ヶ月ぐらい前かな、名前つけてもらってもいいですかなんてコメントというか連絡いただいたんで、そんな僕みたいなポットでのなんか変な人が名前つけていいんですかみたいな感じで、あの喜んでお受けしたんですよ。これもちろんなんですけどもね、あのすごいねと思ってね、はい。なので、まあそんな流れで僕が三本さんのビオラの名前を付けさせていただきました。で、もう実際に決定しました。で、これもすごく大事なことなんですけども、もし、やっちゃん命名のビオラを皆さんが買いたいなって言った時に、人気がなければ売れないと思います。人気がなければというか、それは僕だけの問題じゃないか。あのなので、あの僕が YouTube で今配信してます。で、インスタグラムにも三本さん許可いただいたので、写真載せて名前も載せたいと思います。なので、いろんなコメントいただけると、おそらく三本さんも拝見してくださると思います。で、あのおそらく、この生産者さんっていうのは全国各地にいらっしゃると思うんですよ。で、そういう人たちがこの三本さんのカタログを見て、今年はどんなビオラの種をまこうかなって、そろそろ今決める時期だと思うんですよ。で、7月ぐらいにはビオラの種まきって開始されるんじゃないかななんて思っているんで、もうそろそろ種まきの時期になるんですよ。だから、あの皆さんがもしやっちゃんビオラが欲しい、買いたいってことであれば、たくさんのコメントとか、まあなんかね、ちょっとした意見とかをどんどん書き込んでいただけると、それを参考に農家さんや農家さんや三本さんが、数多く生産してくれる可能性が高まると思うんですよ。そうすると僕も育てられるし、皆さん、もしやっちゃんビオラを育てたい、やっちゃん命名ビオラを育てたいっていう、ちょっと一風特殊な方、特殊な方ではないんですけども、はい、まあそういう方がいらっしゃった場合に、手に取りやすくなるんじゃないかなと思います。僕のそのね、 YouTube の配信に対する影響力っていう言葉は僕はあまり使いたくないんですけども、そういったものがどれだけあるか僕は未知数ですし、はい。で、もしこれで反響があるようでしたら、来年再来年にもつながるでしょうし、ということで、すごく面白いお話をいただいたんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、もう一つだけね。で、僕の命名のセンスに関しては、知ってる人は知っていると思うんですけども、まず絵のセンスね、
絵のセンスはこんな感じ、こんな感じの人がどんな名前をつけるのかっていうまず興味なんですよ。ちょっと特殊な気がするんですが、あの最近なんかちょっとイラストをなんとなく描いてるんですよ。反響があれば なんか作りたいなとかちょっとだけ思っていて、あの描いてるんですが、これシロちゃんで、シロちゃんね、あのちょっと本ちゃんとの差をつけなきゃいけないので、口があるのと体の向きが逆、本ちゃんこっち側に体で、お花とか、まあ、こういったセンスの持ち主が、こっちもっとひどいな、こういったセンスの持ち主がどんなビオラの名前をつけるかっていうところも、まあまあまあ若干の注目でもあるかなっていう。チョチョムシとか言ってたんだ。イモムシくんはまだわかるわ。チューリッピ、あ、これチューリッピらしいですね。なんかよくわかんないんですけども、まあ、こんなおかしな人がビオラの命名をしたら、どうなるでしょうということで、ちょっと早速ね、すいません、長くなりました。まあ、ドラマも含めて大切だなって思ってるのがやっチャンネルなの で、これが三本さんのカタログになるんですよ。で、これは一般向けではないと思うんですね。その生産者さんに配るようなあのカタログだと思うんですけども、僕があの命名に携わったってことで送っていただきました。で、まず1ページ目めくると、まずやっぱりこう出てくるのが、あ、創立20周年なんですってね、三本さんってね、すごいですね。あ、だからそれも嬉しいな、20周年で。お、はあ、はあ、なるほどなるほど。で、そう、すごい、おめでとうございますですね、まずね。はい、ということで、そこでここで出てくるのが、まず、まあ、去年、花ともフェスタか、名古屋で見かけましたカーメンくんと三本さんのコラボビオラということで、6品種載ってるんですよ。で、僕これ見た時に、ああいいな、すごいな、カーメンくんって、もう当たり前なんですけども、スーパーユーチューバーカーメンくんとして、6品種販売されてるのを見て、あ、すごいと思ったんですよ。で、ここにあるのが新企画だ。だから僕の好きな花日和さんと三本さんがこれもコラボしていますっていうことで、いくつかありますね。あ、ね、すごいですね。あの、僕花日和さんのビオラもすごい好きで、おそらく今年の秋も買うと思います。で、これがまず見開きなんですよ。ね、で、カーメンくんと花日和さんっていうこうスペシャルな方が乗っていますってなった時に、ごめんね、話が長いかな。ごめんね、早送りしてるみんな。早送りしなくていい、全部を楽しんで、全部を楽しんでください。せっかくなのでね。うん、あの、急ぐことでもないと思いますよ、人生とか時間とかってね。はい。で、これが、新品種のビオラっていうことで、あ、だからこれだ、あ、ニューだ、ニュー、1,2,6,7 品種ぐらい載ってるんですか。あ、すごい、7品種載ってるところのここニューアイテム、ビオラ誕生ビオラコレクションの新しい仲間たちっていうことで、ちょっと汗かいてきちゃった。で、あ、ほんちゃんだ、かわいい、ほんちゃん、ほんちゃんかわいいね。あそこにいるの、そこに見えないと思うよ。はい、で、ついに発表します。どういう発表、どういう編集したらいいの、僕。だから見開きにいるんですよ、見開きの次のページか。あー、どうしよう、緊張しちゃっていう。数々のビオラがある中で、本当に汗かいちゃ
ふわ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 金魚ちゃんということで、命名させていただきました。でこのビオラ、見ていただけるとわかるんですけども、パッと見のインスピレーションというか、ふわふわ金魚ちゃんみたいだなと思った時に、もうその名前が一切離れなくなっちゃって、すいませんみもとさん、ふわふわ金魚ちゃんしか思いつかないんですって言ったら、え、すごくいいじゃないですかってことで、こんな、なんちゅう、金魚っぽいかな、どうかな、どうかな、はい、ね、まあそんな感じ。そっか、動物シリーズが多いのか、動物シリーズという常識も覆すという、まあその辺も含めてやっちゃんならではのネーミングになったんじゃないかななんて思いますね。どうですか、こんな感じでした。で、ここが大事なんですよ。ここが本当に大事で、皆さんが欲しいってならないと、各農家さんも種をまきません。だから世の中に出回りません。名前はつけたはいいけど、なんか誰も種まいてくれませんでしたっていう事態が起こってしまうと、それはそれで、待って、ポンちゃん、ちょっとふわふわポンちゃん、そうそれはそれでそれはそれでね、そういう事態になってしまったら嫌なので、まあ、嫌だというか残念なのでね、せっかくなので本当にコメントください。はい、で、たくさん販売されたからって僕が儲かるみたいなシステムにはなっていないので、安心してお買い求めくださいっていうね。はい、本当に。なので本当、まあ一般人代表として YouTube を始めて3年が経ちます。本当3年が経ちました。で、いろいろなつながりができてね、はい、ビオラの名前を命名するみたいな感じでね、ちょっと恐縮ですがやることになりましたので、よかったら皆さん、もし見かけた際には買っていただけると嬉しいですよね。11月ぐらいになると思うんですよ、みもとさんのビオラって。はい、なのでその頃に店頭でもし自分が見かけることになったら驚く、ジョイフル本田さんで見かけるんですけども、僕がジョイフル本田さんに行って趣味の園芸やっちゃんでるふわふわ金魚ちゃんが置いてあったら、もうそれはもう驚きですよ。はい、これで何分喋ってるんだろう、ちょっと待ってくださいね、うるさいね。あ、すごいね、この名前の紹介するだけで13分も喋れるんだね。そうそう、ついでに、そうですね、そこエピソードとしてこれも聞いていただきたいんですけども、みもとさんから命名のご連絡来ました。で、ふわふわ金魚ちゃんいかがですか、いいじゃないですかっていうやり取りをこうしていたんですけども、そんな中で千葉県で行われた白さんの展示会があったんですよ、新品種の展示会で、そこに、まあ、花農家のゆうきくんが来るっていうのは僕は知っていたんで、あ、どうしようかなと思って、2日間のうちの1日しか行く予定がなかったんですけども、まあ、せっかくだから、ね、もう1日行ってみようかなと思って前日にも行ったんですよ。そしたら三本さんって高知の方なんですよ。で、高知と関東ってめちゃくちゃ離れてるじゃないですか。で、それなのに、まさかまさかのその白山展示会で三本さんにお会いするというスーパーなスペシャルな出来事が起こって、まあ、その時にゆうきくんと、三本さんと一緒に撮った写真がこちらなんですけども、はい、こんな感じでね、まさかですよ、多分三本さんもすごくびっくりされたと思うんですけども、僕もそんな流れで三本さんにお会いできるとは思ってなかったんで、まあ、その辺も含めて、まあ、運命運命って言ったらあれですけども、はい、まあ、そんな感じで本当に偶然の偶然の偶然お会いすることができて、いや、びっくりでした。で、その後ゆうきくんとカトチャンネルね、ともくんとカズくんと一緒に、まあ、お酒を飲んだんですけども、そうだからゆうきくんともお会いしたんですよ。で、ゆうきくんとお会いするのは2回目だったかな、花友フェスタで一度お会いしてるので、ということで、こう僕は YouTube ど素人が始めました、
第1回の動画から、まあ、ほとんど全ての動画をずっと残しているんで、まあ、過去に遡ったら不慣れなやっチャンネルの動画も出てくると思いますし、まあ、そんな中でね、そうだから僕はもう本当に何者でもなくて、そうただの一般人がなんか YouTube 配信したらこんな流れになって今があるかなって、ただただ それだけの話なんで嬉しいなと思って、はい、そんな感じでね、やっちゃんビオラ応援してくださると本当に嬉しいです。でせっかくなのでね、そうそう、もうちょっともう一回見てください、嬉しいから。いいんじゃない、あの優しい色合いでね、素敵ですよね、ふわーっとした優しい色合いでフリルがついてて、なんか金魚っぽいかなっていうね。で、ついでに新品種、ほら別に頼まれたわけで頼まれたわけではないですけども、こんな感じでね、で僕が去年育てたのはね、太陽のアンジェ育てたっけな、自分で忘れちゃったな、育てたような気がするんですよね、うん、育てやすかったですよ。あとね、ピンクコアラとか人気ですよね。あ、これだ、やっぱ大きく乗ってますもんね。ピンクコアラはね、徒長もしにくかったですし、大きくなりすぎない感じがすごく良かったですよ。で、うちの妹が寄せ植え素材と使っててすごい綺麗だったから僕も買ったんですけども、そう、ピンクコアラ、なんかパステルローズ、あ、何育てたんだ、あ、つぶらなたぬき、あ、だから僕が育てたのはこれかな、つぶらなたぬきマロンかな、あ、プンクも育てました、これも、え、おてんばサリーも育てたんじゃないですか。去年三本さんのね、7、8品種育ててるんですよ。そうそう、で、まあ僕は本当になんだろう、メーカーさんに配慮して買っているわけでも何でもないですし、好きな品種をただ、自由に買って、あ、こんなのいいですよっていう視聴者さんより、視聴者さん目線で常にいますので、まあ、そんな中でね、こういったつながりができたってことはすごく良かったと思います。はい、そんな感じで、長々とお話ししましたが、三本さんのビオラ、これはスペシャルです。スペシャルですじゃない、買っていただけたら嬉しいです。本当になんか世の中に僕みたいな、一般人あかりポットでの YouTube の人が名前をつけて、僕のね、名前のついたビオラ、僕が名付けた名前のビオラが出回るなんてことがあったら本当に嬉しいなと思います。本当本当ね、ただ固い中で地味に自営業をしていただけなんですが、まあ YouTube を始めたことによってね、いろいろなつながりが今まさになんかでき始めてるのかなということで、やっチャンネルはこれからが始まりなんです。はい、本当です、これそんな気がします。はい、さまざまな理由から本業、まあこんなこと言うことじゃないですけどね、 YouTube でね、まあさまざまな自然環境の影響からね、やっぱり僕はアワビ漁を夏場もう本格的にやって、漁師、まあ、漁師ですかね、アワビ漁をやってるんですけども、まあそんな中でちょっとアワビも絶滅危惧種になりました。アワビの量も激減しています。自然環境がおかしくて、いつも波があるし、いつも海が濁っています。圧倒的に漁獲量が減っているとともに、もちろん売り上げも3分、ピークの3分の1、下手すると4分の1、こんな話をすることじゃないんですよ。なので、まあせっかく YouTube 始めたことですし、何かね、こんなこと配信するのカットしようかな、どうしようかな、やだ、余計なこと言っちゃった、サブチャンネルだったら言ってるんですけど、そう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 、なんで僕なんか包み隠さず言っちゃう系なんですよね、思いついたことをね。なのでなんかお花のことで携わっていけて、
なんかね、少しでも、なんですかね、なんですかね、まあ、お花関係も含めて、ちょっと、ね、そういったことも少し、なんかぼんやりとしか考えてないですけどね、ぼんやりとしか考えていませんが、まあそんな感じでやっていこうと思います。はい、まあとにかくよろしくお願いします。はい、三本さんのビオラ、あと農家の皆さん、いっぱい種まいてやっちゃんビオラ、僕お伝えするので広めていただけたらと思います。はい、ということで終わろうと思います。チャンネル登録者さん1000万人目指して頑張っていますのですいません、独り言言ってるので気にしないでください1000万人は無理ですけども、まだまだいけると思いますので、はい、よろしくお願いします。終わろうと思います。みもさん、なんか楽しい企画ありがとうございました。皆さんもよろしくお願いします。にゃんこのコーナー見てください。どうぞ。トムにゃんこのコーナー始まりましたが、トム、大きいね、あなた。 6.2 キロの実力を見せてください。ここが 6.2 キロの実力です。ね、今ね、あのお父さんが帰ってきたら出てきてくれましたが、トム、お前可愛らしいな、甘えん坊で。シロちゃんどこ行ったんだよ。え、いつもさ尻尾を振って楽しそうだよね、ホンちゃんってね。尻尾ピンピンで。ホンちゃんってサラリーマンなんでしょ。ねえ、ホンちゃんってサラリーマンなの。え、なんかハト、いろんな動物がいるな。しかしここの周辺はタイムズもスターバックスも見たことないけど。あ、可愛いのでね、これ今にゃんこのコーナー撮影中なんですが、ちょっと嘘ついてみよう。ほんちゃんチュール食べる？ほんちゃんご飯。あれ？バレてる？ほんちゃん、ほんちゃんチュール食べようか、ご飯食べようか。ん？おいで。ね、おいで。ご飯食べるか？どうするの？どうすんですか？こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。かまみ、ほんとにねねねにゃ、ビシー。